ストーリーの前におさらいをするよ。まずはキャラ紹介。新インスキル中学校に通っている私、桃根ゆりかたち3人と、そこのクラスメイトの2人、柿沢めぐみと細田美優子。そしてクリムランドにいる妖精や審判、デュアメルの精霊の3匹だよ。続いてはテニスのルールのおさらい。テニスの得点はラブ0、1本取って15、そして1本取って30、そして1本取って40、さらに1本取ると1ゲームゲット。いつものポピュラーテニスの試合は2ゲーム1セットマッチ。このゲームを2回取れば勝利だよ。覚えたかな。あと1ゲーム取った後にチェンジコートがあるわよ。デューサー同点、そこで2点取れば勝利よ。そこで取った1点目がアドバンテージというの。試合のどこかによくあるからよーく見つけてね。それじゃあポピュラーテニスオープンオンエア。めぐみとみやこでラバーエース。このお話はメイズ教に操られためぐみとみやこを助けるために試合をするよ。ユリカのクラスのめぐみとみやこはいつも後ろの席にいます。私、ユリちゃんたちと後で来るね。この後部活動があるから先に行っててね。ありがとう。ユリカー、みのりちゃん、消しやさん、今日は黒板消しの当番になるからユリカやってくれる？私がよっしゃ。ユリカは学校生活では失敗ばかりだけど、テニスの部活になるとあれだけ気合が入るものだね。私たちも守ってるわ。頑張って。カモンよ。終わった。30ラブ、
デュース。あらあら、酔ってたかって友達を救うために試合だなんて。ソルトン、あなたが私の友達を操ってたのね。アドバンテージ、ポピュティーズ、マッチポイント。思い出して、私たちの繋がる気持ちはいつも半分じゃないよ。今元に戻してみせるから。ポピュティーズ、ダブリーパワースマッシュ。ポピュティーズ、ジェリーハイウェーブ。ポピュティーズ、デンズフローラス。私たちは何を？めぐみ、ミラコ！元に戻ってよかった！これからも一緒に部活に行けるね！うん！楽しみだね、ゆりかちゃん！これで今回もハッピーエンドなんだ！めぐみちゃんとミラコ、元に戻って本当によかったよ！この動画を最後まで見て、コメント感想よろしくね！他にも、ポピュティーズやヒカプロの面白い動画もたくさんあるから、みんなもぜひ見ていてね。次回は